ドラマ一週間、高畑敦子が、のきドアにゲスト出演イメージは、ガラスの仮面の月影先生。目黒連がはったりかました出来事は俳優の木戸大成さんが主演する連続ドラマ、僕たちの校内放送フジテレビ、が、火曜アクション、枠、関東ローカルで、8月1日から放送されることが7月12日、分かった。木戸さんがドラマ主演を務めるのは初めてで、 引っ込み事案の高校生、紺野博士祭を演じる。ドラマは、普段は目立たない放送部員の紺野博士祭、木戸さんすが、ひょんなことから仲間となった同級生とともに、ラジオを意識した校内放送で一躍人気者となり、と展開する。木戸さんは、今まで演じてきた役は明るい性格の人物が多く、引っ込み事案でおとなしい役は初挑戦。 自分ももともと人見知りな部分があって人と話したりするのが苦手だったので、そこを思い出しながら演じています、とコメントしている。スノーマンのメグロさんがこのほど、東京都内で行われた主演連続ドラマ、トリリオンゲームの制作発表会見に登場。メグロさん演じる春がハッタリを聞かせて逆境を乗り越えるキャラクターということから、ハッタリで乗り切ったエピソードを聞かれ、ジャニーズ JR の時、 ローラースケートができる人いますかというのに、僕、ローラースケートを履いたことなかったけど、できます、と言ったと明かした。メグロさんは仕事を逃さないために、ローラースケートを披露するまでにできるようになっていればいいや、と考えた。そこから猛特訓してできるようになり、最初から、できます、というテンションで本番に出てと振り返り、MC から練習期間を確認され、4日、 いつかじゃないですかね、と話すと、会場からどよめきが起こった。